カネオヘは、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル郡にある、国勢調査指定地域であり、オアフ島のコーラウポコ地区に位置する。ハワイ語のカーネオヒーは、竹の男を意味している。古代ハワイの伝説では、ある土地の女性がその夫の残酷さを竹の鋭い切り口に例えたので、この土地の名前になったということである。2010年国勢調査では、人口34,597人だった。 非法人地域であるが、自治体の並びで見たときに、人口ではハワイ州第6位に位置する。カネオヘは、カネオヘ湾に沿った、いくつかの地域社会の中で最大のものであり、海流と並んで、オアフ島のウィンドワード海岸に2つある、大きな住宅地域社会の一つである。町の商業地区の大半は、カメハメハハイウェイに沿って広がっている。古代からカネオヘは、 降水量が多かったので農業地帯として重要だった。今日ではほとんど住宅地帯に変わり農業の痕跡はほとんどない唯一の少なからぬ商品作物といえばバナナである。ホーマルヒア植物園や新しいハワイ国立大駅兵墓地が見どころである。カネオヘワンに行くには主に平野木近くにある公営桟橋やボートランプからである。 ココナッツ島に行くには、リリプナ道路に近い州立桟橋からである。アメリカ海兵隊のハワイ基地がカネオヘの中心部からカネオヘ湾の南端にあり、カネオヘの町はカネオヘ湾道路に沿って基地障海線にまで伸びている。1941年12月に、大日本帝国海軍の関西域が同基地を爆撃し、大きな損害を受けた。パブリックのパリゴルフコース。 民間所有だが、パブリックのコーラウゴルフクラブ及び同じく、民間パブリックのベイビューゴルフパークの3つのゴルフコースがある。2010年夏には、カネオヘワンで、パイレーツ・オブ・カリビアン、呪われた海賊たちの続編である4作目の撮影が行われている。カネオヘは、北緯21度24分33秒、整形157度47分57秒。 北緯21.40917度整形157.79917度21.40917-157.79917 15に位置する。近くには東にホノルル群のカイルアがあり、カネオヘ湾道路かカメハメハハイウェイを通っていくことができる。カネオヘ道路は海兵隊基地にもつながり、カメハメハハイウェイは 週刊高速道路 H3 号線突破リハイウェイに繋がり、ホノルル市に至る。ライクライクハイウェイは南西のコーラウを越えてホノルルに至る。ライクライクハイウェイはカヘキリハイウェイで平野に繋がり、週刊高速道路 H3 号線は南の原和につながる。週刊高速道路 H3 号線のウィンドワード海岸が最初の3つの出口はカネオヘのアクセスのためのものである。 カメハメハハイウェイを北に行くと平野を通って平野キーに至る。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は8.5平方マイルであり、このうち陸地は6.6平方マイル、水域は1.9平方マイル、水域率は22.80%である。ただし水域は統計上加えられたカネオヘワンの一部である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ホノルル警察署がカネオヘに市長を構えている。ハーイ州教育部がカネオヘの公立学校を運営している。カネオヘには小学校4校、高校1校がある。また7年生から12年生までの公立チャータースクールであるハキプーラーニングセンターがある。私立学校としてはコーラウバプテストアカデミー。 セントアンズおよびウィンドワード・ナザレン・アカデミーの4校がある。拡張しつつある州立、カレッジシステムの一部である、ウィンドワード・コミュニティ・カレッジが、カネオヘ中心部の南側にある。ハワイ・パシフィック大学は、カメハメハハイウェイのキャッスル・ジャンクションに近いウィンドワード、ハワイロア・キャンパスを運営している。ありがとうございます。